て尽くす。俺たちが遊んでやろう。ソフィア、頼むぞ。任せて。当然。本気でね。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。
私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。